初号機の LTY に乗ってたんですけど、柔らかさもなんか似てて、すごい扱いやすかったのと、ランもすごいしやすかった。高さは思ったより柔らかいけど、あ、滑ってって途中では思ったより柔らかいなと思ったけど、初めの印象は意外と硬いって思った。だから硬いって思った割には柔らかいって感じです。全体的に乗り系も飛び系もやりやすかった。やりやすいです。やりやすかった。そうですね。全然いけましたね。全然いけます。基本何でもいけました。でちょっと硬かったですか。いや、そんなに硬さも感じず、ちょうどよかったです。V にしたら柔らかかったですよね、多分。柔らかいって感じるかもしれないですね。乗ってみたいです。あ、乗ってくださいって。今 V と I 乗ってもらったんですけど、どうでした？V の方が私的にはなんか柔らかくて乗りやすいなって思いました。あとなんか反発もなんか乗りやすいから、自分なんかちゃんと上がってグインっていう感じをもらうことができました。あ、なるほどなるほど。柔らかい板の方が真ん中からしっかりしなってちゃんと反発受けられる。取り回しはこっちの方がしやすいけど、乗り系は Y の方がしやすい。あ、なるほど。多分こっちの方が柔らかすぎ、逆に柔らかすぎるっていう感じですね。なんか乗った時に地面って感じどういう感じですか。なんて言うの、なんかもう踏みしろないよみたいな感じになってしまう。真ん中が曲がりすぎて、こっち踏んだらもう接しすぎる。なるほど。でもノーリーはこっちの方がやりやすいかな。グラトリとカービングをちょっとやっていて今、はあ、ちょっと硬いのでカービングはすっごいやりやすくて、まあ、でもグラトリも今ノーリーとかちょっと失敗してありましたけど、でもすごい乗りやすくて、やりやすそうでした。やりやすかったです。長さも良くてグラフィックもすごい好きです。ちょっとシックな感じで、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ好きです。さっき Y 乗ってもらって、今回 V 乗ってもらいました。V 比べてどうですか。めちゃくちゃ柔らかかったです。はいはいはい、弾いた時にボヨンって上がって、はいはいはい、すごい本当全然違うなと。で Y よりどっちかというとやりやすかったですか。やりやすかった。グラトリはすっごいやりやすい。めちゃくちゃ乗りやすいと思いました。めちゃくちゃ欲しい。すごい良かったです。はい、良かったです、本当に。はい。なんで、ちょっと、今までにないこんな可愛いグラフィックのやつも挑戦しようかな。あれですよね。Y の方がグラフィックはいいって言ってましたもんね。そうなんですよ。あの黒い方が。そうなんですよ。でも、なんか乗ってて可愛いなと思ったんで。はい。意外と柔らかくて、はいはい、プレスがしやすかった。意外ともっと硬いと思ったんですけど、はいはい、硬かったです。あ、結構硬かった。はい。これがあるからだ。なるほど。もともとが柔らかいから乗ってましたもん。はい。ノーリーやったら、はい、パーンってすごい反発が。あ、反発はすごいあったけど、はい、なんていうの、ちょっと硬くて乗れなかった。はい。なるほど。